今回紹介する商品こちらです。ランブータン。この商品は前回の動画の最後の方に登場した今週買ったフルーツですね。ランブータンっていう全く今まで聞いたことないフルーツの名前なんですけど、原産国はグアテマラで南国のねフルーツということで、中はね、ライチみたいな感じらしいんですが、このね見た目がねこんな感じになってまして、色は赤みを帯びてるんですけど、なんかトゲトゲみたいなのがあるんですよね。ほんとねこれ画面越しだと半減してると思うんですけど、実物をこうやってね手に取って見てみるとほんと気持ち悪いです。キモ。触った感じこう結構硬い分厚い皮をしてるんですが、なんか包丁とかでねピッと入れるとプリッとむけて身が出てくるみたいなね、感じです。でこの時点で匂いはね、ないんですよね。香りの強いフルーツだとこのプラスチックの蓋開けた段階で香りがふわっと香ってくるものなんですが、これはねなんか全然そういったのないんですよね。もちろんほんのりそれっぽい匂いはするんですけど、なんかこれという具体的な香りはしないですね。今回はこのフルーツをちょっと食べて紹介していこうかなと思うんですけど、この商品価格998円で内容量は 680g 一応入ってるとのことです。せっかくなんでちょっと個数を数えてみましょうかね。ということで、今回購入したパッケージには23ブータン入ってました。一つ一つよく見ると大きさ全然違ったりするんですが、個数でね単純に計算すると1ブータンあたり 43.3 円になります。例えば顕著な例で言うとこの2つですね。こっちのランブータンの方が倍ぐらいでかいです。色もねなんか違うんですよね。こっちがオレンジっぽいちょっと枯れてる感じですね。こっちはねまだ赤いんですよね。なんか汁が出ている。キモ。やめろって。それでは実食なんですけど、パッと見どれが売れてるとかどれが美味しいとか全くわかんないんで、今回の分代表して4ブータンですね登場していただきました。一番端の人はですね、これは大きくてちょっと茶色、ちっちゃくて茶色、赤で、普通、赤でちっちゃいということでね、わからん。なんか亀裂がね入ってるんで、なんか出てきた。オープン。中はライチっぽいやつが出てきましたね。皮を剥くとこんな感じで、白というよりかアイボリーみたいな感じの実が出てきました。ライチに比べるとやや縦長って感じですかね。水分量がすごいです。では種入ってました。味は思ったほど南国フルーツ感っていうのがなくて、質感は柿の種があるところの周りのドゥルってした柔らかい部分っていうか、あれが全体っていう感じですね。もっとライチっぽい感じするのかなと思ったんですけど、風味とか香りはライチよりも全然なくて、ランブータン味ですね。この見た目からは想像できないぐらい水分がたっぷり含まれてます。で酸味はねないですね。ほぼほぼないって言っていい。剥いた後に周りのトゲトゲの破片が身につくんで、それをこう避けるのがめんどくさいですね。うん。かシャキシャキっとした部分はライチっぽい。うん。で種はねこんな感じのものが入ってます。ライチと同じように渋皮をまとってて、それが口の中に入ると結構異物感がありますね。果実部分が思ったよりも少なくて、多分ね5ミリぐらいの厚み分ぐらいしか食べれる部分ないんですよね。なんで歯を入れると速攻でこの種かじることになるんで、食べるの難しいです。皮さえ剥いてしまえばね、もうただの白くて丸いただのフルーツなんでどうってことないんですけどね。やっぱこの見た目ガツいなこれは。種から果実の部分剥がしてみたんですけど、外身はね、結構プリッとしてて美味しそうなんですが、どんなに頑張ってもね種の渋皮が追っかけてくるんで、もうこんな感じになります。これを削ろうとするとだいぶ果肉部分もなくなっちゃうんで、ちっちゃい子が食べる場合はこういう風にした方がいいと思うんですけど、大人が食べる分にはもう丸ごとね口に入れて、口の中で処理するっていうのが一番正解だと思います。で今のはねめっちゃ甘かったです。ねこの果汁がすごいんですよね。包丁入れる時に果実に当たるんですけども、そこからじゅわっとのランブータンジュースが出てくるんで、このまんまうんということで、今回はグアテマラ産のランブータン食べてみたんですけど、日本に住んでるとこういった南国フルーツっていうのはまあ、手に入りにくいっていうのがあるんで、そういった点ではかなり希少なね体験ができるのかなと思いますが、食べた感想としては特にないですね。食べ方もそうですし、中の果肉の部分とか種の感じ、水分の入り方なんかはライチにすごく似てるんですけど、味のインパクトがねライチほどないんですよね。ただ甘くて、その果汁がすごくてジューシーっていうのは間違いないんですけど、そのなんか酸味とかもないし、特に、うん、ライチとランブータンどっち食べるって言われたら、ライチ食べるわっていう風になります。うん、味のなんか情報量はこっちの方がね少ないです。ただ見た目の情報量は半端じゃないですけどね。ここまでいかつい見た目をしてたらさぞかし美味しいんだろうなっていう期待もあったんですけど、まあ、その期待の分ね、ちょっと現実とギャップがあったのかなという感じです。こんなのが通学路に落ちてたらもう1年間ぐらい話題になりそうですけどね。道端にこの殻はね捨てないようにしましょう。本当にドラクエの最後らへんで出てくるモンスターみたいな見た目してますんで、本当これはいかついですね。日本でこのフレッシュな生の状態で食べられるっていうのは本当に貴重らしいんですよね。それを体感するにはいいんじゃないかなと思いますけど、フルーツ自体のポテンシャルというか好きさ加減は特になしという感じでした。気になった方は是非食べてね、感想コメントを書いていただけたらなと思います。ということで現場からは以上です。食べ方もですね、ちょっとね皮が厚いんですよね。 3,4 ミリぐらいあるんで、手でね親指の力でこう無理にブリってやるよりかは、ナイフでずっと360度切り込み入れてパカッとやった方が綺麗にむけるのかなと思います。手でやるとこの果肉部分がブニブニこう押しつぶされて、そこからね果汁がどんどん出てきてしまいますんで、こういう風に半切りにして割るっていう風なのが一番いいかなと思います。ただこのね切る時にひげの部分というかトゲの部分というかね、これも落ちちゃうんで、それがねペタペタこう身に張り付くんですよ。その処理とかもめんどくさいです。僕も南国のこういったトロピカル系のフルーツすごい好きで、パッションフルーツとかマンゴスチンとかねいろいろあるんですけど、大体好きなんですが、ランブータンはもういいかなって感じですかね。1回食べたらもういいかなって、1回というか1個食べたらもういいかなっていう、そんな気持ちに今なってます。ということで今回の動画は以上でございます。このチャンネルではコストコで買ったものをいろいろ紹介してますので、よければ過去の動画ぜひチェックしてみてください。概要欄の方に新商品とあとおすすめ商品のね再生リストなんか作ってますので、そちらの方をチェックしていただくとざっくりどんな動画作ってるのかなっていうのを確認していただけるのかなと思います。この動画参考になりましたらぜひチャンネル登録と動画の評価お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。今週公開予定の動画なんですけど、コストコ系で言うと先々週購入したリンサーですね。リンサーのレビューとか、あとお刺身わかめも開封できてないんですよね、まだ。あと週末には購入品まとめとかまた出しますし、フードコートの新メニューとかね、ホットドッグが変わってますみたいなこともちょっとコメント確か書かれてたんですよね。そんな感じでだいたい週 4,5 本ペースで動画出してますので、また見てください。この辺にねアイコン出てますんで、まだ登録してないよという方はぜひチャンネル登録お願いします。それでは。